はい、こんにちは、こんばんは、おはようございますということで、本日もよろしくお願いしまっちょーということで、今週は、はい、水曜日からスタートしております。今週は週2日しかジムに行くことができませんでした。はい、先週じゃないや、ついこの間のね、3連休あったじゃないですか。で、私はまあサービス業界で働いているのでね、まあ、3連休、山の日だっけ、海の日だか、何の日忘れちゃったけども、まあ、その3連休っていうのはね、世間がお休みなので、まあ、我々サービス業界で働く人間はまあ仕事がね、ありがたいことに忙しくさせていただいてますと。でも先週の金曜からは金土日月火っていうね、5連勤だったんですけど、まあ、この5連勤中もう全部3時間残業しまして、ちょっとありがたいことにね、忙しくさせていただいてまして、ちょっと疲れてしまったということで、先週の金曜日からジムに行ってません。で、今週は水木で、金曜日がね、神奈川県に台風直撃するかもみたいな話が出てきてたんで、まあ、結果なんかそうでもなかったんですけど、東側にそれてくれたんで直撃は免れたんですけど、まあ、ただ台風が来たらどうせジム行けないだろうなと思って、もうこの水曜日と木曜日でも全身追い込もうということで、もうちょっと金曜日の時点ではもう筋肉痛じゃない部位がなかったんで、ちょっとトレーニングできる場所がないなってことで、結局トレーニングはオフにしました。はい、だから水曜日に今やってるスクワットね、足トレやって、胸もやって、で肩のプッシュ系の肩やって、で3頭やりました。で木曜日に背中やって、レイズ系の肩やって、で2頭やってっていうので、もう全身ね2日間で、ね、追い込み切って、もう今筋肉痛じゃない部位がないっていうことで、まあ、今週は珍しく週2日になってしまいましたよと、そういうことでございます。でも先週ね、動画の中でも話しましたけども、1泊2日でちょっと秋田の方へ旅に行きまして、でそのままこの忙しい5連勤を迎えてって、まあ、旅ってさ、まあ、もちろん楽しいしさ、すごいリフレッシュされるしね、気分転換にもなるし、すごくいいんだけども、ただまあやっぱ体力は使うじゃないですか。なんかやっぱ旅だからっていうのでさ、ちょっと張り切って朝早起きしてさ、もうすごい満喫するじゃないですか。ただ体力はなんだかんだ使うじゃん。でそのままこのハードモードの5連勤突入しちゃったもんだからさ、ちょっと疲れちゃって、火曜日の最終日ね、ちょっとあらかじめ言っておくと、ほんと心配しないでほしいっていうのと、別に命に別状がある話ではないっていうことだけちょっと前もってお伝えしておくんですけど、まあ、今の僕のこの喋り聞いてもらえば分かると思うんですけど、元気なんでね、そこはご心配なさらずって感じなんだけど、まあ、火曜日の夜僕ね、意識失神しちゃったんですよ。で別に僕これもう前々からずっとあるんだけど、血管迷走神経失神っていう、まあ、症状なんですね。でまあいわゆる一時的に意識を失ってしまうことなんですけど、僕これもう本当20年以上前から僕この症状時々出るんですよ。本当数年に1回、オリンピックくらいの頻度なんですよ。まあまずうんちしたくなるんですよ、僕の場合は。ただそのうんちしたくなるの、うんちしたくなるがなんか違う感じなんですよ。でもその時点で分かる、あこれ来たって分かるんですけど、でもその時点でだんだん顔面蒼白になってきて、まあ、冷や汗というか油汗かいてきて、でまあ腹部の不快感、まあ、なんかお腹が痛いともちょっと違うし、うんちしたいともちょっと違う、でもまあトイレ行ったらうんち出るみたいな。ただそのままだんだんめまいが激しくなってきて、便座に座ってうんちしてるのにどん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 立ちくらみしてくるみたいな、立ちくらみって言わないのかな、めまいっていうのかな、して、でそのままちょっとで気失っちゃうんですよ、失神しちゃうんですよね。でまあ、原因が過労だったり脱水だったり、長時間の立位、起立、空腹、痛み、採血、恐怖などが誘因となる場合があると。でまあ飲酒、まあ僕はお酒飲まなかったですけど、その時は飲んでないんですけど、飲酒とか排尿、排便、飲み込む、まあ塩化って書いて飲み込む、であと咳によって失神が誘発される。僕の場合はこれがうんちなんですよね、排便ですと。でもこれ別に命に別状がある、まあ、ただ気をつけなきゃいけないのが失神しちゃうから、その時にどっかに頭を打ちつけちゃったりとかね、
ぶつけちゃって怪我をするとか、そういうことをしないようにだけ気をつけましょうっていうことなんですけど、まあ、いわゆる副交感神経である迷走神経が何らかの要因で優位に働いて脈拍が下がっちゃう、で血圧が下がっちゃうことで脳に、ね、血液が供給されずに失神がしてしまうと、まあ、自律神経反射の一つですということなんですね。では命の別状があるわけではないのでそこは心配なさらず、ただ頻度が高い場合は気をつけた方がいい。で失神によって転倒するときに、まあ、ぶつけちゃったりとかしないようにっていうこと。僕の場合はもうそのままもうこれ来るって分かったし、もううんち出して速攻ももう家帰ってきたからソファー行ってね、もうそのままソファーに倒れ込んで、でそのまま、まあ1時間くらいかな失神してたっていう感じなんですけど、そうだ、まあ僕の場合はもう疲れ果ててたんで、ちょっと本当にこれ逆にその日ジムに行かないっていう僕は選択をしたんですよ。もう疲れてるからさすがに今日帰ろうと思って、でこれもしジムで起きてたら大変だったなっていう感じですね。このトレーニング中にもしね、いやまあさすがにトレーニング中にそうなったとしてもさすがにトイレとか行くから大丈夫なんだけど、もしこのだからこうやってバーベル上げてる時に起きちゃったら危ないからね。そうだからまあなんかこうまあもう長い間何回か起きてることなんで全然わかるんですけど、そうだから別に本当に心配なさらずって感じなんだけど、まあそれくらいちょっと疲れてたんで今週は週2回のジムで終わっちゃいましたよっていうお話でございます。ご心配なさらずっていうことで、で今週はちょっと本当それくらい忙しかったっていうのがあったんで、今週気になったニュースのコーナーっていうのはちょっと正直ないっす。ニュース見る暇もなかった。まあ和田アキ子さんがなんだっけ、やり投げの選手かなが競技中にどら焼き食べてる姿を見て可愛いトドみたいって言って炎上したみたいですね。まあ日本はそういうことがニュースになって平和な国だなって思いましたっていうくらいですかね、今週のニュースは。はい、まあそんなわけで皆さんもねちょっとお体にお気をつけて、まあ僕は全然元気なんで大丈夫です、もう回復して。だからもうこの水曜日ねスクワットやってましたけど、その前の日のことなんでもう全然スクワットフルで追い込めるくらいね全然回復してますんで、ご安心いただければと思いますので、はい。そしてご先祖様巡りの動画も前編である秋田編の編集はもう終了しております。まあ、長野まだ行ってないんでね、それを行って一本の動画にしようと思ってるんですけど、もう前半の部分だけで1時間半超える超大作となっておりますので、もう本当にこの動画がご先祖様巡りの動画公開されたら映画1本見るくらいの気持ちで覚悟をして再生ボタンを押してください。乞うご期待、ご視聴ありがとうございました。